そんなに可愛くて大丈夫ですか永遠高広全開でふざける猫耳自撮りが大反響。誰よりも漏れてそう。EXILE の高広39が15日までにインスタグラムを更新。猫、ね、耳の加工ショットを投稿し、ファンを喜ばせた。この日、高 hiro は北海道で顔に行きつもっちゃったにゃ。 ハッシュタグ39歳ハッシュタグ今日は全開でふざけるハッシュタグフルスラトゥールハッシュタグひょきん、ハッシュタグひょうきんとギャグセンスが感じられる分とともに、加工アプリで猫耳をつけた字取りを公開。なお、顔に行きつもっちゃったというのは、グリッターエフェクトのことを示しているようだ。高博の面白字取りに、ファンからは、こんな39歳いないかわいすぎて苦しです。 そんなに可愛くて大丈夫ですかな、なあ、マジでなんでそんな可愛いん可愛すぎてしんどい、眉の形が最高です。ちょっと可愛すぎて頭回んないかも。誰よりも漏れてそう。40歳前の人とは思えない。と様々な反響が寄せられている。